ぼちぼち時間だ。ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を2人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちは、ロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に地方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。二人が大監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵1万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている司法の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人ブルーノが待ち構えていた。ダメだ、この先の海にまたこんなに強い奴が現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド、ゴムゴムのジェットピストル。ルオゴムゴムのでっかいゴージェットバズーカー。ほんとに頑丈なやつだな。ほんじゃもっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。私はもう死にたいのよ。ガッハッハッこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？なあ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、小原の考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。
盾つくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング。ん？あの旗打ち抜け。了解。まさか必殺ファイヤーバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのだ、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。本部へ連行する。放送船の準備を急げ。おい、奥の塔へ続く道がねえぞ。左右の塔で金橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族、私が相手になろう。私が降りるぞ。
三刀流ロゴモノキャノンハンドフォー来やがった正義の門へ向かうぞ準備しろ信じよう必ずみんなが来てくれる止めるなドロビンを助けたきゃまず俺に手貸せ奴らの行き先は分かってる手が近づいたら俺が先導してやるわたしはソゲキングひるみはしないぞガンガンを跳ね返っただと丈夫なのよ鉄だからへ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからのすまない助かったやっぱり俺には命がありゃいい誰にでもできることとできねえことがある最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだできねえことは俺がやる俺にできねえことをお前がやれよく考えろ状況を読めお前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだウソップ俺がそうか分かったぞ俺にしかできねえこと三刀流奥義見た目と違っていたぶる趣味はねえからよ瞬殺で三刀流奥義の殺到俺は狼死ぬまで諦めやしねえぞ敵の進路を封鎖できねえか試してみるかスーパーそこまでのはずだ死者もめえ集まれ大玉この CP9 も倒して鍵を奪っちまえオーラが切れてきやがった俺はちょっくら休日室に行ってくるぜこの感覚を待つこの装置を切り壊しゃ通路の扉を閉
じられるはず。丈夫な男じゃ、呆れたもんじゃない。鍛えてあんだよ、キリンじゃ。キリンじゃ？わしはキリンじゃ。わしをバカにしとるとただじゃすまんぞ。高えとこから物言いやがって。てめえ、自分が倒れる姿すら想像もしてねえタイプだな。図が高え。貴様もじゃ。インのパワーをフルに活用した四刀流、もはや貴様に勝ち目などないわい。キリンのパワー、四刀流の。九刀流アシュラ。ならば最強の乱脚アマネたちでお前を真っ二つにしてしまいじゃ。アマネたち、苦難上等、好む者なり修羅の道。アシュラ一無銀。うわ、扉が閉じちまったじゃねえか。どっち、なんとかしやがれ。了解。よく来た。あっ、鳩のやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。長官はニコロビンを連れて先をお急ぎに。私はここで海賊を始末しておきます。三刀流を三世界。海賊どもにここまで踏み込まれるとは。ルッチがいて助かったぜ。止まるな。ここで旗呼んな。正義の門はもうすぐそこだ。世界。たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。それから、ロ
ビンを逃がすために俺たちは来たんだ。さあ来い。こう言ってんだよ。てめえ、いい加減に。なんだい、離れねえ。こいつ、石橋に食らいついていやがる。なんて往生際の悪い女だ。いまいましい。シグ、こんなにも怖く感じる。死にたくなる。ここは動かない。みんなが必ず助けに来てくれるから。負けられるかバカ野郎。俺のこの一丁らにかけて。あっち。嘘か。お前来てたのか。ここが地獄じゃあるめし。お前が死にそうな顔すんだよ。仲間のことは心配するな。一人残らず同じ地獄へ送ってやる。見せてやる六式の全てを。極限まで高めた者の最強の大義。なんてみっともねえ生の執着。もうお前に希望などねえんだ。さあ歩け。三刀流王世界。あそこっち。次の踏み勝負ラブは長花君、みんなありがとう。まだだ、まだ終わってねえぞ。軍艦の艦隊だ。バスターコールが始まるぞ。バスターコール発動。標的海賊麦わらの一味とその協力者。現状把握不要。四方の島エニエスロビー、その全てを破壊せよ。なんてイカれた光景だ。震えが止まらない。なあ。おい見たか、
これが俺が発動したバスターコールの力、これが正義だ。脱出手段がねえ。どうすりゃいいんだ。何か聞こえる。誰だこの声。一体わからねえが、ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向け。目的地が決まったんなら最短距離で行くぞ。クードバーン。政府のやることだよ。彼には感情もなく地図から島を消すだけ。それがバスターコー三刀流ゴゴゴゴの行儀は悪いな。ボンドフォあの女ごと吹っ飛ばせと大将青木地から言われている。大将青木地より。よし狙え。全艦攻撃開始。逃げつけ。禁止に。この声誰？なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ。海へ。ロビン、ロビンを海へ落とせるか。任せて。海へ。来たよ。アイスのおっさん。とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわ、おい、なんだ、どうしたんだ。
学級に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろ。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ。なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。わかった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。いい船だな。行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。ごめんね。え？もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺ガチ下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。ほも破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつーなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。メリー！夜の。